あ、すみません、味噌ラーメンと餃子、はい、お願いします。はい、はい、よし、はい。あ、ごめんなさい。どうも、こんにちは、こんばんは。今日は、ちょっとお客さんの車なんだけど、車検で入ってきたんだけど、これね、なんか、この辺気になるなぁと思って、この極み。みんなも多分、なんかあるよね。乗ってる人とかわかると思うけど、ライト極むよね。うん。で、それを俺流でね、ちょっと、ビカビカにしたいと思います。ね、それでは見てください。VTR、スタート。まず用意するものは、とりあえず、マスキングテープ。これ、サラだけど、まあ、使い差しあるからね。うん。で、これね、水が入った。見えねえな。水が入ってないけど、バケツ。うん。それと、タオルね。うんから、ペッパーウエス。これ2000万。これもさ、使いさし。シンクあるけど、ちょっともったいないんでね。2000万。うん、こう書いてあるね。うん。からこう。これ結構サラサラ。これが数字が低くなれば低くなるほど、ザラ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 、荒くなるから。うん。だと、コンパウンド。コンパウンド。うん。で、あと、それで磨く、プッシャー。うん、プッシャー。うん。とりあえず、こんだけかな。うん。一応、じゃあ、これで作業してみましょう。うん。で、なんだろう、クリアが剥げてる、取れてるとこ、うん、クリアがね、剥がれてるとか、そういうやつはちょっと、あんまりちょっと、やめた方がいいのかなぁ。クリア吹く人もいるよね、後でその処理をやってから。うん。だけど、今回は状態的には剥がれてないんで、うん。外の極みだけなんで、とりあえず、うん。ちょっと、軽くこれで擦って、うん。水につけて擦って、っていう感じで、うん。で、あとはこう磨くみたいな。うん。コンパウンドで磨く。作業の風景、じゃあご覧ください。よし、じゃあとりあえず作業をしよう。真っ暗だなおい、うん。とりあえずもう下処理はちょっとしてあるんだけど、なんでこれマスキングテープ貼るかっていうと、これで、要するに擦るわけです。うん。この時にさ、例えばこのとこに出たらさ、傷ついちゃうじゃん。うん、だから、注意しながらね、もうちょっと範囲を広げてもいいと思うけど、うん。僕は注意しながらやるんで、とりあえず。うん、これぐらいの程度で収めている。で、こういう風な感じで貼ってあるかな。うん。こういう感じでね。うん、で、マスキングテープ貼ります。ね。これ、じゃあ、ペーパーをね、用意して。これで、じゃあ、わかるかな、カメラ。わからんかな。こういうふうに、全体的に、気になるところこういうふうに磨いていきますね。はい。で、こういうところね、こういうところ注意してね、狭いからね。
細かいとこもね、こういう細かいとこも中心に。多分、自分自身できるのかな。コンパウンドで、こう、タオルにつけてやる人もいるし、あと、市販で売ってるやつもあると思うけど、なかなか落ちなかったりするだろう。こんな感じで全体的に削りました、こんな感じに、削ってます。はい、こう黄色いよね、汚れ全部、汚れ。それでこれからこのね、汚れた文字はちょっとわかんないから、ちょっとまあ濡れたタオルでね、ちょっと拭きます。すぐにこれ倒る。さっきのでいいからね。ここもう汚れちゃってるからさ、こうやって。こうやって炒めて。こうやって。まあ、そうすると。とりあえずね。これで磨きの下処理は完了。はい。で、この黄色い、わかる？黄色いの。わからないか？この黄色い、黄色い。これほら、黄色いの。これが汚れですね。汚れって、この極み。じゃあ、ね。じゃあ、早速、じゃあ。これ、こっからね、ちょっと、音声多分入らないぐらいうるさいんで。はい。じゃあ、磨いたところ、磨いてるところをね、見てもらいましょう。どう違くない、さっきと違くない。まあ後で多分写真は多分ね、余白にね載しとくと思うけどね、違くない、ちょっとピント合わないと困ったけど、こんな感じになります。はい、これで一丁上がりです。あとはね、まあ好きにしてください。ま、なんかこう、コーティング剤塗るなり、こう、なんかね、こう、あーみたいな。業者さん多分、これでまたクリアとか吹くんかな？もうちょっとやって。けど、まあ、これは、別に言われてないやつなんで、はい。一応、こんな風で、綺麗にしました。はい。はい、いかがだったでしょうか。ごめん。説明不足の点もあるし、あれだけど、ごめんなさい。わかりづらかったらごめんなさい。ねえ、まあ、注意はね、まず、そうだな。心配ならやらない方がいいかもしれない。やってほしいとか言って、僕に言うのもやめてね。
まあでも一応ね、まあみんなが気になるかなと思って、ちょっと今回アップロードさせてもらいました。はい、ちょっとでも参考になればなと思います。では皆さん、また次回なんだろう、まだ動画編集しないわ、それをお楽しみ。では皆さん、さよなら。